ユーザーイノベーションストーリー2。ここはユーザーイノベーションアイランド。多くの消費者イノベーションが生まれ、あっという間に広まったことで有名になった島です。ここでは高速道路に制限速度がありません。そこで時速500キロで車を走らせているスピード鏡が画期的ブレーキを発明しています。消費者なら誰でもイノベーションするわけではないようです。島に乗り込み調査したエリック博士が製品開発のヒントを得ようと訪れてきた人たちに話します。自動車会社に勤めるイサムも博士の話を聞きに来た一人でした。彼は会社に戻り、軍隊に聞き取り調査に行くことを上司に提案しました。海に浮かぶ空母に高速で離着陸する戦闘機を持つ軍隊なら、画期的ブレーキを開発しているに違いないと考えたのです。しかし残念ながらイサムの上司は認めませんでした。飛行機と車はそもそも違う、話を聞くだけ無駄だと相手にもされませんでした。落ち込むイサム。ある日イサムがビジネス誌を読んでいると、ある商品開発の記事が目に飛び込んできました。その開発者の顔には見覚えがありました。島で一緒にエリック博士の話を聞いていた若者だったのです。記事には厳しい減量の中、強い肉体を維持するプロボクシングのチャンピオンに聞き取り調査することで画期的なダイエットカレーを開発し大成功を収めたと書いてありました。あの島にもう一度行ってみよう。イサムは島に移住することを決断しました。イサムが島に住むようになって数年が経ち、イサムはあることに気づくようになりました。ガン X という病気にかかる島民が多いのです。イサムは島民のために何かできないかと考えるようになりました。そこでイサムはガン X の専門医に相談しました。ガン X は発見するのが難しく、見つけられても手遅れの場合が多い。ガンの検査は高額で気軽に受けられるものではないというのが答えでした。どの医師や研究者に相談しても皆口を揃えて、素人では問題は解決できない、私たち専門家に任せてもらいたいと言いました。イサムはそれでも諦めきれません。何か良い方法はないかエリック博士に相談しました。博士のアドバイスは専門家のものとは違いました。島民の問題は島民全員で考えてはどうかというのです。博士によると、多様な人を集めた集団がトップレベルの専門家集団より先に問題を解決してしまうことがあるそうです。イサムは早速、島民全員にガン X の死亡者数をゼロにする方法を考えようとみんなに呼びかけました。その陰で専門家たちはイサムの行動を笑っていました。呼びかけには多くの島民が関心を示しました。特にガンで親や友人を亡くした人たちは熱心に協力してくれました。そんな中、ガンで夫を亡くした女性が早期発見が最善の対処法であること、ガン X に関連するタンパク質があることを教えてくれました。彼女がくれたタンパク質のデータを見てイサムは驚きます。その数なんと1万種類。どうしよう、こんなに調べられるだろうか。悩むイサムを前に、たった1万種類調べるだけでがんを見つける方法がわかるんですねと一人の少年が立ち上がりました。彼の名前はイマジン。自分を可愛がってくれたおじさんをガンで亡くしたばかりでした。
若いイマジンにとって数万回のテストは大したことではありません。それよりがんの早期発見に役立てることが嬉しいのです。一人でも多く救いたい。イマジンの気持ちが通じたのか、とうとう重要なタンパク質の特定に成功しました。しかも学校の授業をヒントに劇的に低い費用で検査できる方法を思いついたのです。イマジンから話を聞いたイサムは飛び上がり喜びました。10代の若者がこんな画期的方法を思いつくなんて、なんて素晴らしいんだろう。博士の言っていた通りだ。こうして島では発明以降、安くて安全で正確な検査を毎年受けられるようになり、みんな幸せに暮らせるようになりました。めでたし、めでたし。